横浜北トンネルは首都高速神奈川7号横浜北線のトンネルで2017年の開通時点において横浜市内で最長の道路トンネルである。第3京浜道路と接続する横浜港北ジャンクションと首都高速横羽線及び大黒線と接続する生麦ジャンクションとを結ぶ横浜市道高速横浜環状北線は2000年7月14日に 都市計画決定した。8.2km の路線延長のうち約7割に相当する 5.9km はトンネル構造をとる。外回り内回りそれぞれ1本ずつのトンネルからなり、両端の高校付近を除く約 5.5km はシールド工法で掘削された。トンネルの大部分を区分地条件を設定した上で民有地の地下に建設したことも、 特徴の一つである。大林組、奥村組、西部建設の共同企業体により施行された。シールドトンネルはいずれも、新横浜出入口の付近の発信盾口から、掘り進められ、外回りは2010年12月に発信して2013年10月に、内回りは2011年1月に発信して2014年3月に、貫通した。発生した残土の総量は、 約140万立方メートル。搬出口となる発信立交付近の住宅地への影響を避けるため鶴見川の対岸まで800メートルのベルトコンベアで運び、1日あたり600台のダンプカーで搬出された。横浜北線は2017年3月18日に開通したが、トンネルのほぼ中間の馬場出入り口は、 用地取得の遅れなどにより3年近く後の2020年2月27日に供用開始した。新横浜換気筒シールドトンネルは外径12.3メートル、内径11.5メートル。内回り外回りのトンネルが約6メートル隔てて一本ずつ通されている。掘削には重量約2000トンのシールドマシンが内回り外回りにそれぞれ投入され、 最速時には1日、約24メートルの速さで掘り進んだ。小安大換気所まで掘り終えると、シールドマシーンは解体されたが、一部はトンネルの構造体として残されている。トンネルの壁に当たるセグメントには高繊維、補強コンクリートに耐火性を持つポリプロピレン炭繊維を混入した、耐火型 SFRC セグメントが採用された。 火災の際にはポリプロピレンが誘拐することにより内部に空撃を形成。コンクリート中に含まれる水分をこの空撃によって逃がすことで熱による損傷の軽減や修復の容易さを測った。円筒形のトンネルの上に3羽に車線の車道、その下位置3の空間は避難通路として使用されている。車道から避難通路への避難口は 滑り台式で250メートル間隔で設置されている。600キログラムの重りの重量で開く仕組みで電力を使用しないため停電の影響を受けない。他に安全設備としてトンネル内ラジオ再放送設備、25メートル間隔の火災検知器、50メートル間隔の消火器、消火栓、100メートル間隔の非常電話などが設置されている。 5000メートルを超える長大トンネルであり、鶴見川の下をくぐる推定トンネルでもあることから、危険物積載車両の通行は規制されている。馬場出入り口の地上部は住宅街に位置し、十分な思考スペースが確保できなかったことから、改作工法によらない分合流拡幅工事が行われた。思考範囲となる途中に薬液を注入し、止水層を構築。 一旦出来上がったシールドトンネルのセグメントの一部を取り外し、完成時のトンネル壁面に沿うように交換性のパイプルーフを打ち込む。トンネル内からパイプルーフの際に向かって掘削し、セグメントと同等の強度のコンクリート壁を構築する。このようにして出入り口の分岐、合流部の空間が構築された。トンネル内の換気は通行車両による空気の流れを利用した。 縦流換気方式が採用されており、火災発生時には天井に設置されたジェットファンで煙の流れが制御される。新横浜、馬場、小安台の3カ所に設けられた換気塔はグッドデザイン賞を受賞した。本トンネルや鶴見川沿いの高架橋、大熊川トラス橋などを含む横浜北線のトータルデザインは2018年に 土木学会デザイン賞最優秀賞を受賞している。ありがとうございます。